まあ、共闘会が受かる聖女トマトジェリーさ、いや子供の頃見てる時にトマトジェリー始まるてて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 始まるじゃん。でさてて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 てタイトルパンって出るじゃん。もうその時にいつも頼むトマトジェリーが仲のいい会が見たい、トマトジェリーの仲がいい会が見たいって祈りながらお姉ちゃんと一緒に見てて、でもなんかタイトル的にこれ100違うなって時あるじゃん。大体これ絶対違うなみたいな。あとはよくなんか第三者的なのが出てきてトムが追い出されそうになったりジェリーがピンチになると大体共闘し始めるんだけど、そのパターンじゃなくてトムとジェリーとどっちかと仲良くなり始めるパターン、あれがね一番ね嫌だね。ちょ二人の尊いさ二人のさ間にさ入ってこないでほしい。ブルドッグいらんよな。いらんブルドッグ、ほんといらん。もうトムとジェリーでさやり合ってんの、ジェリーを助けようとかそういうのいらないから、うん、いらんマジブルドッグ。いらん、守らんといてほしい。うん、いやエモいよトムとジェリーがさ仲良くしてるの見るとキュンとするで。うん、でも大体最後ねどっちかが調子乗ってはしご外してまた仲悪くなりがちなんだけど、なんかの回がね最後まで仲良くてほんとエモくてねずっとね頭に残ってたな。うん。船長ほんと真面目な話おピーンポーしない。ねえ伏せるとこダメだろそれ、そこ伏せたらちょっといかがわしいよそれは。お散歩ね、お散歩しようかな。うん。真面目な話おピーンポしないってさちょっとさどんな誘い文句だよねえ、キモいよ君誘い方が。俺とおピーンポしないっつって おピンポでもちょっともうアウト感が溢れてる。うん、北橋兵庫さん